どうも、ハイチーです。どうしたっていう感じがしますよね。普段自分は勉強チャンネルの人間なので、なかなかこんなこと普段しないんですけど。で、なんでこんなことしてるかっていうと、あのー、まあ、6月になりまして、外も暑くなりましたよね。で、今自分が住んでる地域にしては今日は涼しいんですよ。外24度。天気予報が、最高気温が。で、今多分基本的には23か24ぐらいです、外が。で、 この時期になると、あまあ特にパチンコだよね。あの、親がパチンコを打ってる間に子供が熱中症で死んでしまう事件がこの前もありましたよね。で、毎年出てくるんですよ、この事件。多分、その、やった、その親からすれば、10分だけみたいな。って言って、実際1時間、2時間、3時間とか放置するわけでしょじゃ実際、親が、親じゃないや。大人が1時間車の中でこう過ごしたらどんな感じになるのかっていうのをちょっと撮ってみようと。 思います。もうさ、痛ましくて。そう、ありえ。まあ、自分もさ、1歳と4歳の子供がいるから、ありえないわけ、そんな。そう、で、まあ、その、俺が撮ることによって何か変わるってわけじゃないと思うけど、でも、学生のみんなが見てくれてるチャンネルなので、頭の片隅になんか置いといてもらえたらさ、なんか変わるかもしれないじゃん。っていうとこがあって、撮っていきます。頑張る頑張るのかなまあ、頑張るつうか。ちょっと耐える。<laughs> やっていきますね。今、1分37秒。だよ。で、 さっき外24度だったんですけど、まあ、車履いてちょっと2、3分経ってから今ピッて押したんですよ、ビデオ。もうすでにね、28.9度だよ。これ24だったんだ、さっき。そう。まあ、こんな感じでちょっと1時間過ごしています。で、一応赤ちゃんと同じ状態にしたいんで、水とかも飲まない、で、いるつもりなんだけど、なんかあったらまずいから、一応水は持ってきてます。で、まあ、飲んだら飲んだって言うからちゃんとね。こんな感じでやってみます。頑張るよ。よし。はい、今ね、10分。 13秒かな ?10 分ちょっと経ちました。で、<laughs> えっとね、気温が今34度。車内の温度がね、34度だよ。あのさ、<laughs> 結構ね、きついよ、もう。<laughs> あの元々、もともと多分サウナまあね、 一応、大人の方だったらさ、その、サウナ強い方とかいると思うんだけど、サウナがすごい苦手で、きついっすね。<laughs> どこまで、ちょっと、まあ、ね、一回過去に俺自分熱中症になったことがあって、一回。で、その時の感じ、何歳だったらちょっとやめますけど、これさ、こんな、しかも今日外24度だからまだ涼しいんだよね、わりかし。これを30度超えた人とかに放置されるんでしょ 死ぬよそりゃ赤ちゃん。だってね、赤ちゃんの方がさ、発汗機能っていうか、その、体温調節の機能が整ってないから、もちろん、俺らよりもね。はい、ということで、今ね、30分ですね、30分16秒17秒になりました。あんまりね、画面越しだとわかんないと思うんですけど、すっごい今汗がね、超、止ま、まあ、あんまわかんないね。<laughs> 止まなくなってて。で、今ね、車内温度が37.3度、知ってる ?37.3 度。です。 超つれ辛い, <laughs> いね、これ <laughs>。もちろんね、今回は赤ちゃん、まあ、赤ちゃんとっつうかさ、その放置された子たちと同じ状況にするためにもちろん仰ぐとかできないから、子供たちは。仰ぐっていうのも禁止にして、ちょっとね、暇なんで携帯いじってるんだけど、普通にツイッターとかでもね、いじってて <laughs>、やっていくけど、まあ、そんな感じで、まず水は飲んでないっす。飲まずに、今やってますけどね。 辛いぞみんな。<laughs> これ。<laughs> もうちょっと頑張るわ。ね。ちょっと頑張ってくれ。どうも。<laughs> 59分。あともうちょっと60分。1時間経ちますね。えっと、車内温度37.8度。だからもうこのぐらいだと思います。<laughs> 思いますね。おかしいけど。十分だわ。<laughs> ああ見てわかるね。もうね。あと腕とかもね。あんまわかんねえか。あんまわかんないかな。どうだろう。 いや、汗、32歳のおっさんの汗をアップにされても困ると思うんだけど、まあ、こんな感じっす。で、一応1時間こもって、一応水飲まずに過ごしました。途中にも多分離して、まあ、カットしてるから乗っけてるか分かんないですけど、地獄です。こんな赤ちゃんにしてみたら。もうマジでさ、最初にいましたけど、今日24度なんですよ、外。涼しいんだよね。で、風も結構吹いてるんだよ。えー、多分これ開けたら超開放感で涼しいと思うんですけど、 これから夏になって、無理だって、これで2時間3時間とか放置すると死ぬって、って思います。本当に。だからね、まあ今、お父さんお母さんの人にね、これが届くなんて思ってないけど、見てくれてる学生のみんながさ、将来、まあ親になる、なる人が多いじゃん。ね、親になった時に、あるんだよ、どうしても。多分ね、ある。別にパチンコとかスロットの話じゃなくって。なんかさ、ちょ、ちょっと買い物みたいな。 それがね、1分とかだったらいいと思うんだよ、別に。クーラーつけて。クーラーつけて涼しいから、ちょっとは大丈夫って感じもするかもしれないけど、まあ、1、2分はいけるんだよね。でも本当に暑い人とかだったら、2、3、まあ、4、5分とか経ったら、もうどんどん暑くなってしまうので。まあ、そういう感じ。大人が32歳の大の男が1時間こもっても、外24度でも38度ぐらいまで上がって、こんなんなっちゃうからさ。なんか、ちょっと頭の片隅にね、置いていてもらえると嬉しいっす。 もうしんどい、これ <laughs>。あとは、願わくは、もう自分なんてさ、本当、まあ、登録者ね、20万ちょっとのう、小物だからさ、すげえ、ちょっと有名な YouTuber の人が、やってくれると嬉しいね。もっともっと、こう、たくさんの人にこういうのが伝わってくれると、嬉しいなって思います。どなたかよろしく <laughs>、とか言ってみて。じゃあ、ここまでね、ご視聴いただき、ありがとうございました <laughs>。本当は、 あの、暑い日、32度とかも、ちょっとやろうかと思ったんですけど、十分かなと思います、もう。ま、ちょっとね、32度とかの時もやって、データとかは Twitter にアップ、まあ、あ32度でちょっとやってみたら、何分でここまで上がっちゃいましたよ、みたいな Twitter で、今度ね、言おうとは思いますんで。はい、以上です。本当にご視聴いただき、ありがとうございました